あの日、私は見た。空を埋め尽くす。数えきれないほどの赤い目。崩れてゆく都市。倒れてゆく人々。消えてゆく思い出。あの日、私は見た。人が人を見捨てるありさま。押しのけられるもの。打ち捨てられたもの。失われてゆく尊厳。あの日、私は見た。目から消えてゆく光、静かになってゆく口、枯れてゆく希望、根を伸ばす絶望。ああ、私は思い出を失い、尊厳を捨て、消えてゆく希望の中で、絶望を噛みしめていた。そしてあの日、私は見た。叶うはずもないと思った敵を打ち倒す。どれほど願おうと、手の届くはずのなかった希望を。大丈夫ですか？怪我はないようですね。立てますか？ん？何持ってんのかと思ったら、鉄パイプじゃんか。まさか、それでラプチャーと戦うつもりだったのですか？へえ、根性あんじゃん。よく頑張った。あとは私たちに任せてくれ。リリーバイス。はい、指揮官。10分やろう。8分で終わらせます。では残り2分は宴会芸でもしてもらおう。あら、楽しそう。何を踊るか考えとかねえと。宴会芸ですか？何をすればいいのでしょう。ああ、ちょうど最近タップダンスを練習したな。宴会芸、宴会芸とは。ああ、ドロシー、悩んでいるなら私と一緒に歌いませんか？それは浮かれすぎだと思います。宴会芸とは言ったが、雑談する余裕があるとは言っていないぞ。彼女たちは突然現れ、人類の敵ラプチャーと戦い始めた。おい待てよ、リロード中だろ。攻撃すんのは反則だって。レッドフード、弾倉が逆です。弾が後ろに飛んだりする？そんなはずないでしょう。宴会芸、宴会芸、2分でできる何か。ドロシー、伏せてください。この程度なら飛べばかわせます。伏せるなんて私らしくありません。ああ、そうですか。スノーホワイト、杖からビームが出ないのですが。持ち手が逆です。あら、こうでしたか。ああ、私の方に向けないでください。あら、ごめんなさい。いや、こちらにも向けないでもらえるか。悪いけど、みんな真面目にやってくれる？めちゃくちゃだった。手慣れているとはとても言えない。息も合ってはいない。それでも、彼女たちはラプチャーをことごとく倒していった。銃声と爆音がやみ、いつしか悲鳴も収まった。街が静寂に包まれた。あなたたちは、誰？私たち？何をしている？早くやれ。本当にやるんですか？当然だ。PR は重要だからな。私たちは、人類の希望、勝利の女神、ゴッデスよ。何ですか？本当に嫌がった。顔を貸していただけますか？ちょっと近くで見たいなーって。疲れの隠しきれない様子で座り込んだその姿は、砂と埃まみれのみすぼらしいとさえ言えるものだった。でも、私にはそれが、世界中の何よりも、美しいものに見えた。起きろ。私、眠っていた。ああ、
気持ちよさそうにな。ゴッテスと初めて会った日の夢を見ていたの。むしろ見ない日があるのか。テストの結果を待っているという時に夢の世界へお出かけとはな。結果は？いつも通り万全だ。虚しくなるがな、実戦には一度も出ていない。金と時間の浪費だ。いつ頃行けるかしら。さあ早く起きろ、次のテストがある。わかったわ、お疲れ様。ヘンゼルとグレーテルはシンデレラのテスト結果が気になるわ。問題なしよ、いつでも戦えるって。ではいよいよ実戦配備ですか。いいえ、それはまだ。ああそうですか。ぬか喜びでしたね。ヘンゼルはがっかり、グレーテルは良かったって思ってるわ。ああセイレーン、どうしました。ああそうです、退屈ですね。あと少しだけ我慢しましょう。もうすぐいい知らせがあるはずです。ヘンゼルとグレーテルはレッドシューズが嘘をついてると思うわ。何をしてる。次は誰だ。ヘンゼルとグレーテルは時間の無駄だと思うわ。ああそれでもやっておかないと、大事なことですよ。はあ、まだか。どうせ他にすることもないだろう。いいから早く入ってくれ。ヘンゼルとグレーテルが行くわね。いつまで待てばいいのでしょう。はあ、一日でも早く戦いたいとは言いませんが、だからといってただ待つだけというのも少し待ちくたびれてしまいますね。もう少しだけ待ちましょう。遠くないはずよ、私たちの存在を証明する日。はあ、こら一緒に入るんじゃない。テストは一人ずつだ。ヘンゼルとグレーテルは一心同体よ。出ろ。ヘンゼルが、グレーテルが、どっちでもいい。どっちがヘンゼルで、どっちがグレーテル？当たったら出てあげる。左が、グレーテルだ。はずれー。左はヘンゼルでした。グレーテルががっかりだって。もちろんヘンゼルもがっかりよ。ヘンゼルとグレーテルは、心も体も一つだから。私たち、実戦に出られるでしょうか？ええ。きっと。テスト結果は、すべて良好。いつも通り、いつでも戦場に出せる。質問があります。なんだ？実戦配備される日は、本当に来るのでしょうか？来ることは確かだ。お前たちにいくらつぎ込まれていると思ってる？無駄にできるわけがない。いつ？さあ、待つんだ。早くしないと、戦争が終わっちゃうよ。このままじゃ、負けちゃう。だから、一日でも早く戦うべきじゃないって、ヘンゼルとグレーテルは思ってる。同感ね。私も同じ意見です。言うまでもなく、私たちが実戦に投入されても、勝てるという保証さえない状況なのです。ラプチャーの数は、無限に近いのですから。
この世に無限のものなどない。減るラプチャーより増えるラプチャーの方が多いというだけだ。どういう根拠で計算してるの？アルゴリズムの説明が必要か？理解できるか？うん、お願い。耳栓しとくから。さては、怒らせたいのか？子供のすることですよ。私が言うのもはばかられることですが、私たちのスペックは初代フェアリーテールモデルを上回るものです。ゴッテスのデータを元にして作られた第二世代のフェアリーテールモデル、それが私たちなのですから、一日でも早く実践に投入して少しでも賞賛を。許可が下りない。何度も言っている。勝手に出撃すれば脱走扱いで処分だ。誰がやるの？何？正確に言うと、ヘンゼルとグレーテルを処分できるやつなんているの？生意気なガキどもめ、対策ぐらいあると思わないのか？思わないわ。エイブ、そろそろ正直に教えて。権力争いのせいでしょ？ふっ、そうだ、私だって上に何も言っていないわけじゃない。実戦配備はいつかと事あるごとに聞いている。返事はいつも未定だ。何が決まってないの？いつ行くか決めればいいだけじゃないの？そんなに簡単なことならここまで苦労していない。第二世代フェアリーテールモデルは人類連合軍と VTC の共同研究が生んだ技術の結晶だ。ゴッデスの後を継ぐ、いや、ゴッデスを超える最高戦力になる。ゴッデスは超えられないわ。いつものゴッデス崇拝か。とにかくお前たちには途方もない資金と技術がつぎ込まれている。すると問題になるのは、それが誰のものかということだ。人類連合軍のものなのか、 VTC のものなのか。技術、資金、政局、複雑なしがらみがある。準備ができた、さあ出発とはいかない。うえー、つまんない。私にとっても面白いわけがない。いつ決まるのかまだわからないのですね。ああ、何回も言っている。はあ、一秒でも惜しい時に利権争いなんて美しくないわ。またそれか。テスト結果は上に送った。待つしかない。わからないだろう。今度こそ実戦配備の許可が出るかもしれない。はいはい。うん、うん、あの、皆さん、この件について皆さんとお話ししたいことが。ああ、ごめんなさい。レポートが届く時間だから。ゴッテスがまた勝ったみたい。悪いけど失礼するわ。ヘンゼルとグレーテルが聞いてあげようか。面白くなさそうな話っぽいけど。ああ。いいえ、みんなが揃っている時でないと意味がないの。また今度にしましょう。美しいわ。どうしてこんなに美しいのかしら。また鏡を見ているのか。いいえ、これよ。とても美しいでしょう。重症だな。それくらいにして早く来い。待って、ここからが一番素敵なの。最近舞台に入った
グレンとドロシーのコンビネーションよ。いつもは仲が悪そうなのに、戦闘になると息がぴったりなの。そのギャップが最高なのよ。すごく美しいでしょ。私がゴッデスなら呆れただろうな。そんなになりたいのか、ゴッデスに。当然よ。一番美しい人たちだもの。はぁ、あなたもなれるわ。何にだ、ゴッデスか。ええ、もちろん。私は量産型ニケの端くれだ。ゴッデスなど。自ら望んでニケになったのでしょ。それはそうだが。VTC の首席研究員だったそうね。寝るのも面倒くさいからなんて理由でニケになったのはあなたくらいよ、きっと。それで望んだ通りニケになって、眠りもせずに私たちを作った。だからあなたも美しいと思うわ。記憶も何ともなかったのでしょ。量産型では珍しいと聞いたわ。それだけ強い心を持っているということよ。だからあなたは美しい。ゴッデスになる資格がある。運よくそうなっただけだ。ゴッデスとは格が違う。下の方にな。運のおかげだとは思わないわ。あなたが望んで掴み取ったことよ。お前に付きまとわれたくないからゴッデスにはならない。早く来るんだ。一番いい部分は終わったのだろう。全員に話がある。集まっているな。うん。はい、全員集合しています。ああ、みんな驚かずに聞いてくれ。実戦配備の許可が下りた。ええー、ありえない。セイレン、喋るな。驚くなと言っただろう。詳しく聞かせて。人類連合軍と VTC がどうにか落としどころを見つけたらしい。テスト結果にも大満足のようだし、実戦性能を早く証明したがっている。とはいえ気を持たせて悪いが、まずは一人だけを戦線投入する予定だ。あ、誰が？テストの結果が最も良好な。シンデレラだ。ついに。あれ？どうして？急に涙が。おめでとうございます。シンデレラ、ようやくですね。作戦の内容は？お前たち、次こそ本当に驚くなよ。耳が痛むからな。ゴッデスとの共同作戦だ。なんですって？嘘でしょ？グレーテルが喋った。だから驚くな。待って、心臓が破れそう。続けるぞ。ゴッデス部隊は軌道エレベーターへの突入を図る。狙いはクイーンですね。そうだ。知っていると思うが、軌道エレベーター周辺はラプチャーに完全制圧されている。それを一掃できるような戦略兵器の類はコードネームグラトニーの存在により封じられたも同然だ。 ICBM を飲み込み、エネルギーをそのまま吐き返してきたというラプチャーでしたか？そうだ。相手はラプチャー。同型の個体は複数いると見て間違いない。そこでシンデレラ、お前が戦略兵器の代わりとなる。軌道エレベーターへの道を塞ぐラプチャーを一掃し、ゴッデスの道を切り開くんだ。
私にできるかしら。心にもないことを。そうね、必ず成功させるわ。ガラスの靴の整備も完璧だ。明日合流することになっている。今日はゆっくり休んでおけ。美しいわね。わかったわ。先に戻って休ませてもらうわね。それから残りの全員、少しはシンデレラを見習うことだ。毎日を無駄にするんじゃないぞ。いや、冗談だ。いつものように食い下がってくれ。ヘンゼルとグレーテルはそんな気分じゃないの。ああ。困ったものだ。みんな嬉しいのと同時に羨ましいのです。そういう時は優しく励ましてあげるだけで十分ですよ。元気を出してほしいと思って刺激した気持ちはわかりますが、少しタイミングが悪かったですね。大丈夫です。明日また行ってあげてください。すぐ次のチャンスが来るはず。信じてるって。私は、そういうタイプじゃない。だからこそ、より意味があるのでは？ゴッテス。ゴッテスと共同作戦。寝ましょう。明日、迷惑をかけないように、最高のコンディションにしておかなきゃ。眠れないわ。飲むものはないわね。レッドシューズ。やっぱり眠れないのでしょ。ええ。はい、どうぞ。これは？お茶です。ドロシーのお気に入りというブランドを頑張って手に入れました。よく眠れるらしいですよ。飲んでください。今日はしっかり休まないといけませんから。ありがとう。少しお話ししませんか？考えてみたら私たちテストや整備で忙しくてあまりおしゃべりしたことがないと思ったので、いい意味でもう会えないかもしれませんから。どうですか？そうね。気分はどうですか？そう、少しも実感が湧かないの。夢みたい。シンデレラはゴッテスのようになりたくて適合者に志願したのでしたね。ええ、ゴッテスの初めての公式任務でたまたま話すことができたの。人間だった頃にですか？そうよ。まあ、その時すっかり魅了されてしまったのですね。ええ、ほんの一瞬だったけど、夢中になるには十分な時間だったわ。とても美しかったの。あんな風になりたいと思った。それで、あんなに頑張っていたのですね。こう言うと失礼かもしれませんが、おかしなほど頑張っていると思っていたのです。まるで、他に道がないというみたいに、必死に。羨ましいです。願いが叶って、ゴッテスと会ったら、どんな話をするつもりですか？そうね。ファンだということは、言わない方がいいでしょうね。え？なぜ？そういった瞬間、上下関係が決まってしまうからです。対等な関係になれなくなってしまいます。
ゴッテスはシンデレラのことを頼れる戦力として期待しているはずです。その期待の新人が合流してみたら、キャー！私、大ファンなんですなんて言われたら、気が抜けてしまうでしょ？言いたいことは、分かった気がするわ。ファンだということは、後からでも伝えられます。明日はただ、ゴッテスが背中を任せられる、シンデレラでいてください。ええ、分かったわ。はぁ、あ。それにしても羨ましいです。ゴッテスと一緒に戦えるなんて。私もそうですが、他の皆さんも今夜は眠れないはずです。あなたのことが羨ましくて。うん、大丈夫よ。待っているわ。私は運よく先に一歩進むだけ。みんなすぐに追いつくと信じているわ。だから、羨ましがらないで。はい。レッドシューズは？え？何でしょう？レッドシューズは、どうして適合者に志願したの？私ですか？そうですね。有名になりたかったからです。あとは、力も欲しいですし。意外ね。VTC の首席研究員で上級司祭だったというのに何を言っているのかと思うかもしれませんが本当のことです。できることも知識ももっと増やしたいですから。どうしてもやり遂げたいことがあるのですが、それを叶えるためには知識も力も必要なのです。やり遂げたいこと？一つになることです。ん？詳しいことは秘密です。ずるいわね。私には全部言わせておいて。ゴッテスと一緒に戦えるシンデレラが羨ましくて、ちょっと意地悪してしまいました。わかったわ。おやすみなさい、シンデレラ。また明日。ええ、おやすみ。起きろ。緊張で寝られないかと思っていたが、よく眠れたようだな。そうね。ゴッデスがあと3時間ほどで到着するそうだ。合流の前に最後の調整をする。最後の調整？そうだ。恥をかきたくはないだろう。そうですよ。レッドシューズまで。主な作業は私がやる。レッドシューズはサポートだ。こう見えても私たち VTC のブレインと呼ばれていたんですよ。完璧に仕上げてあげますね。世界で一番美しくなるように。はぁ、ええ、お願い。まずはガラスの靴とのリンクを微調整する。その次にボディ全体を調整します。筋力、反応速度、持久力、隅々まで調整する予定です。間に合うのかしら。心配するな。間に合わせる。何回同じことをやってきたと思っている？私もいますし。そうね、分かったわ。よし、では触媒からだ。コーティングを解除してくれ。針が入らない。ええ、とんでもなく硬いな。そう作ったのはあなたでしょ。よくできている、我ながら。そうですね、本当によくできています。シンデレラ。何？頑張ってこい。信じている。ええ、私を信じて。クイーンを倒したら何をする？何でもできるようになるだろう。さあ
特に思いつかないわ。地平線と雲一つない空がつながった広い場所で平和な世界を満喫するんじゃないかしら。鏡も好きなだけ見られるな。そうね。もしゴッテスの皆さんにいじめられたら言ってくださいね。お説教に言ってあげますから。わかったわ。大丈夫です。私が知っているシンデレラは誰よりも美しい人ですから、気遅れせずに美しさを見せつけてきてください。存分に。もちろんよ。調整は完了した。当然完璧よね。当たり前だ。起きろ、そろそろ出発の時間だ。本当に出撃するんですね。すごくすごく心が踊っています。体が軽いわ。ありがとう。必ず期待に応えるわ。セイレン、ヘンゼル、グレーテル、先に行っているわね。早く来て。遅れる前に。あ、ヘンゼルとグレーテルは、シンデレラが生意気だと思うの。だから、その鼻をぺちゃんこにしてやるって。誓うわ。楽しみにしているわ。行きましょう。送ります。ヘンゼルは、レッドシューズはゴッテスを見たいだけだと思うわ。まあ、それも間違ってはいませんね。一度会っておきたいのです。おい、お前たち。ひるむなよ。ゴッテスの前だからといって、蹴をされたりしたら許さないからな。むしろ、こちらが上だと見せつけるぐらいの勢いで行け。なんだ、奴らの頭でも叩くつもりか。ダーン、サインをもらうそうよ。下手に出るなと言っただろう。サインなどねだってどうする。ヘンゼルとグレーテルはサインなんてダサいと思うわ。だから写真を撮ってもらうの。もう好きにしろ。どうなってるの？これは夢？何をしている？なぜ急にガラスの靴を攻撃モードに？ヘンゼルとグレーテルはゴッテスに見せつけるために準備してるんだと思うわ。ああ。いや、そこまでしろとは言っていない。待て。お前、なぜ瞳の色が？
壊せない。叩いても蹴ってもガラスの口の全力でも声を上げてもすがりついて泣き叫んでも見えない壁は破れそうにない。あれは軌道エレベーターに向かった。そこでただじっとしているだけ。ラプチャーを攻撃することもせず、ラプチャーに攻撃されることもない。そんなの、ただのラプチャーじゃない。エイブは、レッドシューズは、セイレーンは、ヘンゼル、グレーテルは、生きてる。私を恨んでる。裏切り者だと思ってる。私を、助けに来てくれる。返して、返して、私のものよ。その顔も体もガラスの靴も全部私のものよ。私のものなの。返して、返して、返して、返して。シンデレラは私よ、あなたじゃない。返して。
ゴッデス部隊は軌道エレベーターへの突入を図る。狙いはクイーンですね。そうだ。知っていると思うが、軌道エレベーター周辺はラプチャーに完全制圧されている。それを一掃できるような戦略兵器の類はコードネームグラトニーの存在により封じられたも同然だ。 ICBM を飲み込みエネルギーをそのまま吐き返してきたというラプチャーでしたか。そうだ。相手はラプチャー。同型の個体は複数いると見て間違いない。そこでシンデレラ、お前が戦略兵器の代わりとなる。軌道エレベーターへの道を塞ぐラプチャーを一掃し、ゴッデスの道を切り開くんだ。私が塞いでしまったのね。私はそれを知っていたから道を塞ぎに行った。私がゴッデスを止めたのね。道を開くはずだったのに閉ざしてしまったのね。あんなに望んでいたのに、並んで戦えると思っていたのに。美しくない、美しくない。これは誰？あなたは誰？私は誰？私は誰？鏡よ鏡、私は誰？鏡よ鏡、私は誰？お前は誰なのか重要ではない。鏡よ鏡、私は誰？お前は誰なのか重要ではない。それは自分で決めることができる。未確認個体高速で接近中。攻撃が来ます。敵兵装に高出力の光学兵器を確認。攻撃が効きません。全て弾かれています。遠距離兵器群殲滅。こちらに接近してきます。鏡よ鏡、私は勝利の女神になりたい。人類の希望になりたい。ゴッデスの仲間になりたい。それはとても簡単なことだ。ゴッデスを助ければお前もゴッデスの仲間になれる。第二世代のフェアリーテールモデルだと？人類の最高戦力が侵食されたというのか。それで対抗手段は？早く止めろ。やりたい放題じゃないか。止まらない。ゴッテスだ、ゴッテスを呼べ。何？これ以上に緊急の事態があるか。鏡よ鏡、どうすればゴッテスを助けることができるの？ゴッテスの敵を倒せ。切って壊して燃やして握りつぶせ。そうすればゴッテス
ちろん。最終防衛線が突破されました。遊ばれてるわね。まるで試し撃ちみたいに。化け物め。鏡よ、鏡。ゴッデスの敵が誰か教えてくれる？もちろんだ。お前に似たものを全て倒せ。欺き、嘲笑ってやれ。来た！逃げろ！みんな早く！お助けを！殺さないでください。お願いします。助けてください。鏡よ鏡、私に似ているものはみんなゴッデスの仲間ではないの？あなたの言葉が理解できない。それらはゴッデスを騙しているのだ。ゴッデスを救えるのはお前だけだ。お前だけなのだ。ゴッデスは苦しんでいる。お前が助けなければ奴らは騙され、そして死に落ちるだろう。ああ哀れなゴッデス、崇高な旅が報われないとは。彼女は、いや、あれはもはや人類の守護者などではない。人類のために生まれながらラプチャーに組みすることを選んだ汚らわしい裏切り者だ。今後あれと類似のものと考えられる存在をヘレティックとして分類する。また該当の個体からは気高きフェアリーテールとしての名称を剥奪する。以降アナキオールと呼称すること。はあ、私がやる。私がゴッデスを救う。みんなを倒す。ああ、いい子だ。これで安心だ。みんなを倒せ。ゴッデスのために。うん、ゴッデスのために。そう、全てはゴッデスのため。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 全てはクイーンのため。全てはクイーンのため。よし、いいだろう。頼むから成功してくれ。3、2、1。蘇生できたようだな。エイブ、今のは一体、私たちはシンデレラに。夢ではありませんよね。ああ、現実だ。ヘンゼルとグレーテル、生き返った。そうとも言えるな。半分死んでいたようなものだ。どうなっているのですか、ここは。まずはお前たちの修復からだ。レッドシューズ、手伝ってくれ。わかりました。ヘンゼルとグレーテルは腕が痛いの。我慢しろ。治せただけでも奇跡だ。顎を飛ばされたセイレーンよりはマシだろう。レッドシューズなど足をもがれたんだ。グレーテルがすごく痛いって。
わかっている。全員この大怪我だ。だがみんな我慢しているだろう。グレーテルも我慢してくれ。ヘンゼルとグレーテルは痛いのが嫌。痛いのが好きな人なんているか。静かにしてるんだ。ヘンゼルとグレーテルは痛いの。わかっている。体が痛いんじゃないの。ヘンゼルとグレーテルは心が痛いんだと思うわ。シンデレラ裏切った。セイレン、喋るんじゃない。言霊が発動したらどうするつもりだ。言霊役に立たなかった。言霊の心配だけではない。頭の下半分が外れていたんだ。無理やり接着しているだけだ。動かさないでくれ。下手をすれば本当に死ぬぞ。シンデレラは、そうだ、侵食された。今はアナキオールと呼ばれているらしい。どこで発症したのか予想もつかないが、それは間違いない。今は人類の人類の敵だ。大活躍らしい。別の意味でな。それにしても皆さんよくご無事ではありませんが、よく生き残れましたね。あんな状況からどうやって。そうだな、とても苦労した。シンデレラが暴走した後、ラプチャーの襲撃を受けた。誰か聞いていたか。シンデレラがコーリングシグナルを出した。はい、聞いていました。ラプチャーを呼び出す信号ですよね。そんなものまで使い出すなんて。ラプチャーが殺到して研究所は壊滅した。かろうじて動けた私がお前たちをシェルターまで運んだ。そうでしたか。ありがとうございます。大変だったでしょう。みんなパーツが減っていた分軽かった。すまん、冗談だ。お前たちを引きずって緊急修復用のカプセルに入れた。修理をしようと思ったがパーツが不足していた。スペアボディを探すためにシェルターを出た。エイブ、なぜそのような無謀なことを。見殺しにするべきだったと言いたいのか。研究所は悲惨だった。警備の量産型たちがラプチャーの餌食にされていた。都合よくというのもあれだが、量産型が襲われている間に紛れ込んでお前たちのスペアボディの保管庫までたどり着いた。見捨てたのですか、戦っていた子たちを。ああ、そうだ。なぜ。私に戦闘能力はない。それに量産型何百機よりもお前たちの方が重要だ。エイブ、なんだ。戦えば死んでいた。私もお前たちも。死ぬと分かりきったことをしなかったと責めるより、あのままなら死んでいたお前たちをどうにか助けたことに感謝してほしいところだ。それができないなら静かに聞いていろ。ごめんなさい。ありがとう、エイブ。感謝しろと言ったわけじゃない。とにかくパーツを確保してシェルターとつながっているこの拠点までどうにかたどり着いた。それから2ヶ月、お前たちの修理で随分苦労した。
2ヶ月も。もしかして2ヶ月のうちに状況が変わりましたか？状況？何も。戦況は相変わらず、一方的にラプチャーに圧倒されている。ではなぜエイブ以外誰もいないのですか？2ヶ月間私たちを修理していたのでしょう。支援もなく一人というのは異常ですよね。自慢ではありませんが、私たちは第二世代のフェアリーテイルモデルです。それなりの支援体制が整えられていて当然では。通信装置が壊れている。言われなくてもお前たちが治り次第確認しようと思っていた。少し待ってくれ。難しい装置ではありませんよね。ボロボロに壊れている。私の技術で治せるとも限らない。少し休ませてもらえるか。この2ヶ月働き同士だ。寝る時間が惜しいと2件になったが、まさか本当に寝られない状況になるとはな。ヘンゼルとグレーテルはエイブに感謝してるの。だから休むのを許してあげるわ。そうか。涙が出そうなほどありがたい。状況を見張って異変があればすぐに起こしてくれ。わかったか？わかったわ。あんなに遠くからでもいびきが聞こえるなんて。ヘンゼルとグレーテルはエイブのいびきだけならゴッテス級だと思うわ。シンデレラはどうなるのかって。ヘンゼルとグレーテルは知ってるの。侵食されたニケは例外なく処分されるわ。ラプチャーの味方になったんだもん。もうヘンゼルとグレーテルの仲間じゃないわ。ヘンゼルとグレーテルはセイレーンが何を言ってるかわからないわ。元に戻るかもしれないでしょ。ヘンゼルとグレーテルはセイレーンは喋らない方がいいと思うわ。レッドシューズ、そうなったことはあるの？いいえ、一度もありません。 VTC で多くの事例を調べていますが、元に戻ったという話は一度も確認できていません。せいぜい長い間耐えているという話ぐらいで。じゃあ次にシンデレラと会った時はどうすればいいの？説得できる？話すことはできないと思います。じゃあどうなるの？戦うことになるのでは。ちょっと辺りの様子を見てきますね。ヘンゼルはレッドシューズが気まずい雰囲気から逃げようとしてるんだと思うわ。間違ってはいませんね。落ち着かないわ。しっかりしないと。あら？通信線が切れてる？寝たのはいつぶりだったかな。
丸一日寝ていたか。さすがに言わないとな。まさか。いましたか。オスワルド、どうしてここに。連絡を受け取りました。レッドシューズからです。レッドシューズ、何を。あの、通信装置のことでしたら、線が切れていただけだったので、私が修理して連絡しておきました。すぐに来てくださって本当に良かったです。なんてことを。その、あまりにも難しいものばかり見ていると簡単なことを忘れてしまうことがあるそうです。エイブもそれだったのではありませんか。まずいな。エイブ、先ほどからどうしました。助けが来たのですから。こいつらはお前たちを捕まえに来たんだ。はい。クソ、よく見ろ、武装しているだろう。ラプチャー用じゃない。第二世代は全員裏切り者だと思われてるんだ。ヘンゼルとグレーテルは、エイブの言ってることがわからないわ。お前たちはシンデレラと、クソ、シンデレラと同じ扱いなんだ。人類を裏切ってラプチャー側についた裏切り者だと思われている。ヘンゼルとグレーテルは何が何だかわからないわ。オスワルド、それは本当でしょうか。裏切り者だと確定したわけではありません。やはりそうだと思う。しかし、反逆の疑いがかけられていることも事実です。みんな準備してくれ。早く逃げるんだ。聞こえていますよ。それがどうした。私たちを止められるか。誰が作ったモデルか忘れたか。波の並走では傷一つつかないぞ。そうでしょうね。待ってください、オスワルド、何か誤解が。レッドシューズ、動かないでください。知っているでしょ、私たちが裏切るなんて。そんな警告はしました。その場で静止してください。そんなこと言わずにお話を。撃て。なんだこれは。対シンデレ、失礼、対アナキオール用に開発された制圧弾です。神経に作用して速やかに無力化します。まだ開発段階なので調整が必要とのことでしたが、有用性はたった今立証されました。第二世代フェアリーテールモデルの特殊な皮膚装甲に対しても効き目があったようですので、開発の方向性は確かですね。お前、おとなしくしていただけますか。抵抗をやめていただければ、これ以上手荒な方法は使いません。オスワルド、教えてください。疑いを晴らすにはどうすればいいのですか。皆さんは人類を裏切ったのでしょうか。違います、絶対に。でしたら心配はいりません。私たちに同行し調査を受けていただくだけです。調査とはどのような。まずは侵食汚染状態の確認でしょうか。現在人類連合軍、いえ中央政府の首脳部は
第二世代のフェアリーテールモデルが開発段階で侵食されていた可能性があると考えています。バカなことを言うな。そうでなければ説明がつきません。アナキオールは一度も実戦に投入されていなかったのです。妥当な疑いだと思いますが。もったいぶらず私を疑ってると言え。そうです、あなたが疑われています。しかし認めたりはしないでしょう。ですから証明していただくだけです。それだけで終わるのですか？そうですね、あとは最新の脳スキャンを受けることになるでしょう。まだ開発中の技術ですが、ニケであれば脳内のほぼ全てが分析できるものだそうです。それで問題が見つからなければ引き続き第二世代のフェアリーテールモデルとして。脳スキャン、それは脳を破壊するものですね。何かの勘違いでしょう。そのような原始的なものではありません。 VTC の公式資料で見ました。そんなはずはありません。スキャンを受けたニケのうち 90% 以上が死亡したと報告がありました。何の資料を見たのですか？そのようなものは存在しません。ヘンゼルとグレーテルは、あの男が信じられないわ。ところで、開発中の第二世代は、全部で3タイプだと聞いていたのですが、シンデレラ、レッドシューズ、リトルマーメイドと。そちらの双子はどなたですか？やはりニケですか？ヘンゼルとグレーテルに聞いてるの。ヘンゼル、喋るな。どうして？静かにしていろ。本格的な調査が必要ですね。あなた方を逮捕させていただきます。抵抗すれば鎮圧します。全員射撃準備、制圧体制。誰がおとなしく従うか。少し休んでいてもらう。ここまで来るのも大変だっただろう。完全に悪者だな。これで全員か。セイレーン、頼む。動け。まあ、言霊の遮断機能は検証できたな。セイレーン、体は大丈夫か？よくやった。これからどうしましょうか？ヘンゼルは逃げた方がいいと思っているし、グレーテルはとどめを刺した方がいいと思ってるわ。とどめというのは？やりすぎになってしまいます。そんなことをすれば私たちは本当に裏切り者です。ヘンゼルもそう思う。だから逃げるべきよ。何か方法はないのでしょうか？今までこれほど努力を重ねて、もうすぐ勝利の女神になれるというのに、逃げれば認めるようなものです。私たちが裏切ったと。しかし今は他に方法がない。とりあえず倒れた奴らは中に運んで、ここを離れよう。それから？シンデレラを説得する。
エイブ、侵食から回復したケースは今まで。わかっている。とにかく説得する。どうするつもりですか？会話はできませんよ。すぐに攻撃されます。それもわかっている。だからまず殴る。十分に弱らせれば話を聞く気になるかもしれない。アナキオール接近中、攻撃開始。攻撃隊全滅しました。時間稼ぎさえできないのか。死守しろ。アークに必要な物資がここにあるんだ。どうしようもありません。対処のしようがないんです。一人残らず動員しろ。せめて物資を運び出す時間だけでも。未確認の個体が出現。5体ニケです。まさかこれ以上ヘレティックが。状況確認中。あ、所属不明のニケ5機アナキオールと交戦開始。何？はっ。高機動近接戦闘用兵装、レッドシューズ、メインブースターと小型スラスターの連携が地上でも空中でも自在の戦闘を可能にする。武器であり、ボディの一部だ。メインブースターの推進力を叩き込めば、その破壊力は数十トンに達する。高密度の液体金属で構成される拡張触媒、通称水砲。自由自在に変形し脳波でコントロールできるリトルマーメイドの専用武装だ。効かないか。それは触媒だ。ひざまずけ。それはセイレーンの声を伝える触媒になる。お前にしか聞こえない声が届いたようだな。内緒話には都合がいいだろう。何にする、ヘンゼル。冷たいシンデレラを溶かしてあげよう、グレーテル。熱々のものを調合するわね、ヘンゼル。最高だわ、グレーテル。万能合成射出装置、魔女のかまど。ヘンゼルとグレーテルが連携して使う専用武装だ。グレーテルが調合を、ヘンゼルが射撃を担当する。言っておくが、これで生み出せないものはない。聞くでしょうか。ああ、ヘンゼルとグレーテルはこの程度でシンデレラが倒れるはずないと思うわ。そうだな。超高強度の特殊ガラスコーティングが施されたボディ。短時間であれば浮遊できるジェネレーターを内蔵し、脳波でコントロール可能。攻守に優れた専用武装、ガラスの靴。そして生まれ持った彼女自身の才能と、それを休むことなく磨き上げた努力。
ポストゴッデスの呼び声高い。私の作り上げた最高傑作。ヘンゼルとグレーテルは自慢してる場合じゃないと思うわ。分かってはいましたが、本当に見事ですね。思わず感心してしまいます。ああ、ヘンゼルとグレーテルは、シンデレラはここまで強くなかったと思うわ。もともと高性能ではあったが、今交戦した感触からするとおそらくスペックが跳ね上がっているな。改造か何かをされたのだろう、ラプチャーに。改造？そうとしか考えられない。まずいな。このままではおとなしくさせてから説得するという作戦が。エイブ、援軍です。何？ダメだ、来るな。そいつらを近づけるな。エイブ？なんとかして接近戦に持ち込め。あんな数の戦力が来たら。シンデレラは一気に片付けようとするはずだ。こちらの手が届かない高所から大量のビームを撃たれるぞ。そんな。みんな隠れろ。何でもいいから身を守れ。本当に強い。誰がそうしたのか知らないが、よくできてるよ。シンデレラ、しっかりしろ。バカ、お前のせいでどれだけ苦労したと思っている。面白いか。そうだろう。一瞬で殺せる相手がもがきながら近づいてくるのが不思議なのだろう。私がもっと面白くしてやろう。今のお前の姿だ。とても美しいだろう。なぜお前の使命に疑問を持つ。
私の使命はこんなものじゃない。コテスと一緒に人類のために戦って、誰よりも美しくあることが私の…違う。お前の使命はクイーンのために、クイーンの敵を倒すことだ。今を見ろ。使命に背こうとしているから、そんなに苦しむのだ。もう一度使命を思い出せ。そうすれば楽になる。この壁は消え、お前の悩みも消えることだ。もう分かっているだろう。この壁は決して消えはしない。が生きている限り、私は本当の使命を受け入れられない。そうか、そうか、その通りだ。肩の力を抜くがいい。そしてお前の口で唱えるのだ。私は本当の使命を受け入れる。私は本当の使命を受け入れる。体が浮かび上がり、どこかに引き寄せられていくように感じた。その先にいるのは赤い目の私。壁はもうない。私が薄れていくのを感じる。ああ、そう。こうして私は消えて、あれが私になるのね。もう壁に苦しむこともない。でも、大丈夫。私は、ゴッデスと戦うのだから。ふふふ。勝てるはずがない。お前が。ゴッデスに勝てるはずないの。やれるものならやればいいわ。それから
死んじゃえ、シンデレラ。